ソフトバンク DNA、29日、水穂ペーペードーム。やはり、開幕に連敗という窮地だからこそ、この人は頼りになる。DNA のベテラン筒子義朝が2対1の5回に貴重な追加点となるウニ日を放った。桑原正志のソロで勝ち越した後、さらに内野安打、西球と DNA は打線がつながった。 無視満塁で筒がが打席に入った。初球のチェンジアップはフルスイングで空振り、筒号本人の気迫を感じさせた直後、ストレートを捉えた。打球は宇中間深くに飛び、あと一息で本塁だかと思われたが、フェンスサイでソフトバンクの柳田裕樹が華麗なジャンピングキャッチ。それでも、三塁から梶原幸希がタッチアップで生還した。 主砲のオースティンが第一戦の自打球の影響で第二戦は欠場した。代役の4番を任されたのが筒がだった。それでもチームは2連敗。それだけに28日の移動日には、僕が打てていれば流れも変わったと思う。第二戦の負けは僕の責任だと思いますと自分を責めていた。 そして、この試合、オースティンは復帰したものの本来の一塁には入らず、4番、指名打者。筒がはその後ろの5番、左翼に入った。